2021年10月1日から14日まで、東武線の北千住から北春すかの各駅に設置したキリンビバレッジの自動販売機横のリサイクルボックスにて収集された空き飲料容器を車両基地へ戻る回送列車を活用して輸送する実証実験が行われました。これは、飲料自動販売機におけるベンダー業務の中の安全性が求められる空き飲料容器回収作業を東武グループが担い、 飲料メーカーのベンダー業務効率化と通勤・通学輸送を終えて基地に戻る回送列車を有効活用させる新たな取り組みとしての事業性や効果を検証するものです。この実験には東部グループ企業を中心に4社が作業を行いキリンビバレッジが協力し空き飲料容器回収方法やリサイクル、分別等に関する知見の共有が行われました。その様子が 10月7日報道陣に公開されました。東部ビルマネジメントの清掃員が自動販売機横のリサイクルボックスを開けて、空き飲料容器が入ったビニール袋を回収し、専用のカートで保管場所へ運ばれます。当日は、前日回収した空き飲料容器のビニール袋をホームへ移動、10時15分に空き飲料容器を輸送する回送列車が、 北千住に入選しました。空き飲料容器輸送には、7万型車両の7両編成中、最後尾車両が使用されます。手動でドア操作が行われ、液漏れの対策として、床面をブルーシートで養生した後、空き飲料容器のビニール袋が積み込まれ、ブルーシート状に置かれます。今回、 北千住では7袋が積み込まれました。列車は10時20分に出発、カスカまで各駅に停車します。回収駅は日により異なり、今回は梅島、八塚・新田、越谷、宣言台、カスカでした。回収駅では、 ホームに清掃員が待機していて、東武鉄道の社員により、手動でドアが開くと、短い停車時間の中、空き飲料容器のビニール袋が手渡され、素早く積み込まれます。積み込むと、袋を二重にして、ブルーシート状に置かれます。今回は、合計21袋が積み込まれました。 カスカベを発車後は、北カスカベに停車、そこから、基地のある南区井発車両管区カスカベ支所へ列車は移動します。研修庫内を走り、ポイントを何本も渡りながら、基地に到着。空き飲料容器のビニール袋を、列車の横で待機をしている高田産業のトラックに積み替えられます。積み込み後トラックは、以前は、 東武鉄道の社員育成のために使用され、現在は機能移転されて空室となっている旧能力開発センターの建屋へ移動しました。袋はこちらの建屋に運ばれます。こちらでは、障害者の雇用促進を行っているシンフォニア東武が回収したペットボトル、空き缶、空き瓶の仕分けを行っていました。 仕分けが済んだ各容器は高田産業のトラックに運ばれリサイクル処理会社へ引き渡しが行われます。東武鉄道では所有する様々なサービスを活用することで旅客輸送だけに止まらない新たな輸送サービスを検討しています。